I could step forward one by one in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes, along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video.Which indicates that both Buddha and Leonardo were modified hybrid human eyes. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision.ブッダの目の中にも瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほかある特殊な動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまり、ブッダとルネサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通して繋がったのです。まさに神と仏がこうして繋がったのです。神は仏は一体となって私たち人間社会を統制し、指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、浜松シティ、ジャパン。東京国立博物館に展示してあります、釈迦立像です。まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。アンドレア・デル・ヴェロッキオの描いたセント・ジェロームの絵と比較しています。左がヴェロッキオが描いたセント・ジェロームです。で、このセント・ジェロームについては何度も検証してきましたけども、まあ、エイリアンということになります。で、このセント・ジェロームの方にはですね、瞬膜は描かれていません。ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの方には瞬膜が描かれています。で、左の赤い点がこれが目尻、そして右の赤い点が目頭ということになります。で、この下のセント・ジェロームの、この部分ですね、これが何であるか、私には判断がつきかねています。下、まぶたなのか、あるいは別のものなのか、が、まあ、一見して、どうも人間の目とは違うという雰囲気です。で、まあ上の方はですね、まあこれは私は瞬膜と判断しました。いかがでしょうか。まあこうした瞬膜がですね、釈迦立像の方にはしっかりと彫り込まれているということになります。瞬膜についてもう一度説明しておきます。これはワニの瞬膜です。向かって左側の方が鼻です。ワニの場合は、頭の後方部から前方部に向かって瞬膜が移動します。瞬間に動くから瞬膜と言います。今、スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬膜が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけども、原則として人間には瞬膜はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があります。
注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には人間にはない瞬膜があるということになります。この今黄色い線で囲ったのが瞬膜です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もですね、2D の写真技術を使って作られた、まあ、自画像ということになります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる、やはりセント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬膜が正確に表現されています。瞬膜の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今この部分ですね。瞬間に動くから瞬膜と言います。まあ、写真技術を使わなければ、このような、まあ、絵は描けなかったということになります。下は、爬虫類の瞬膜です。境目がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまり、ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになりますね。で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになります。注意深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬膜が描かれています。で、この青いところが瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって右側の左目はさらによくわかります。ここに瞬膜が表現されています。やはりワニと同じように後方部から前方、方部に向かって瞬膜が移動していたものと思われます。つまり、ダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった。イコール、まあ、ハイブリッド型のヒューマノイドであったということになります。ダ・ヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダ・ヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬膜ですね。そして同じ瞬膜がですね、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、ここでは簡単に説明しておきます。瞬膜を確認してください。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。もう一度、このワニの瞬膜をご覧ください。で、瞬膜というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリッドと言われています。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームの中には、まあ、正確に瞬膜が表現されています。この瞬膜の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かい粒々が描かれています。まあ、ちょうど今、瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブッダと、セント・ジェロームと、そして、ダ・ヴィンチが繋がっていくということになります。下が、爬虫類の瞬膜です。この、今、丸で囲んだこの境目を見てください。正確に表現されている、イコール、上の絵も、やはり、写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが、釈迦龍像の目の中に描かれていたということになります。下はダ・ヴィンチの自画像の中に描かれている瞬膜です。この瞬膜が決め手となりました。もちろん、by 林博士発見ですよ。
このつぶつぶに注意してください。正確に表現されてますね。つまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。林浩司の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度瞬幕を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬幕が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし今回、ブッダの目の中にも、その瞬幕が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏は、やはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる傍証ということにもなります。ダ・ヴィンチの目の中に表現されている瞬幕をもう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。で、今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦立像です。この髪の毛のパターンはミロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦立像そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬幕が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、って言いますかね、まぶたも人間のそれではありません。この青い部分が瞳ということになります。そして、目頭って言いますかね、目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキオがセント・ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、写真から作られた絵ということになります。その証明もすでにしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。そして、本来ならまぶたはこの左の赤い点に集中するはずですけども離れています。そして、目頭も、まあ、人間、風ではありませんね。そして上のブッダの目尻を見てください。瞬幕が表現されています。下の方の瞬幕は広く目を覆い始めている瞬幕ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬幕が釈迦立像の目の中にも表現されていたということになります。こうして皆さんいいですか？ブッダと1500年後のキリストとそしてレオナルド・ダ・ヴィンチがつながったのです。瞬幕を通してつながったのですよ。私たちを指導する神は、仏は一人であったという、その証拠にもなります。上が釈迦立像の目です。左右の目です。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチの左右の目です。同じ瞬幕がこのように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実をどのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくもこのようにして、仏と神が瞬幕でつながりました。繰り返します。仏と神が瞬幕を通してつながりました。世界の神々は、一つ、一人、一心であったということになります。つまりこれが、この動画の結論ということになります。
じっくりと皆さん自身の目で確認してください。El Shaddai, or Who is El Shaddai? Wikipedia writes about El Shaddai as follows. El Shaddai, or just Shaddai, is one of the names of the God of Israel. El Shaddai is conventionally translated as God Almighty, but the construction of the phrase fit the pattern of the divine appellationsin the ancient Near East, and as such can convey various types of semantic relations between these two words, El of a place known as Shaddai, El possessing the quality of Shaddai, or El who is also known as Shaddai, etc. Moreover, why is the translation of El as God or Lord?In the Ugariti or Canaanite language is straightforward. The literal meaning of Shaddai is a subject of debate. イスラエルの神の中の神、それがエルシャダイということになります。一般には全知全能の神と呼ばれています。が、そのエルシャダイとは誰なのか、誰も知りません。キリスト教徒ですらも知りません。イエスの神、すなわちエルシャダイとは誰なのか、その答えを考えてみます。広島屋市浜松市ジャパン。一般には今言いましたように、エルシャダイというのは全知全能の神と翻訳されています。そしてエルというのはその場所という意味に理解されています。つまり何も分かっていないということですね。ただ単に全知全能の神というだけということになります。これについてニコ・ジェラルディさんからこんな情報が届きました。そのまま翻訳させていただきます。キリスト教でいう、つまりイスラエルの神エルシャダイというのは誰かということについて、イタリア在住ニコ・ジェラルディより、エルシャダイについて知りたければイタリア語の文献を見るべきです。エルシャダイというのはエジプトのファラオ、つまり王のことです。つまりあなたが言っているようにエルシャダイというのはモーゼのことではありません。In quelque degree di Abramo intervista a Michele Hernandez というタイトルの動画を、サブタイトルはあまりよくありませんが、どうかご覧ください。つまり、エル・ロイというのはホルスのことです。エル・ロイというのはエジプトの王の王子時代の普通の名前でした。最初のファラオの名前がホルスでした。それでその名前になりました。その当時のエジプトの王の名前はツツモス三世で、その息子の名前がアメノフィ二世でした。聖書のエキスパートのあなたに、つまりあなたの動画について簡単ですが翻訳しておきます。聖書についてあなたは誤解しているようですが、聖書というのはヘブライ語から翻訳されたものではありません。私たちが知っている聖書には
2つのバージョンがあります。一つはギリシャ語から翻訳されたもの、もう一つはラテン語から翻訳されたものです。聖書を書いた人は神であり、それを預言者に分け与えたものです。その時代、人間は長生きするということもなく、女性にしても90歳で出産するということもありませんでした。その時、聖書によればアブラムはヤーウェに懇願しましたが、同じ聖書によればその時アブラムは神、つまりヤーウェの名前を知りませんでした。それでアブラムはもう一つの名前を呼んだのですが、その時アブラムが呼んだ名前は誰だったのか。大脱出の時、奴隷のアガルはデュオチェペデ、つまりエルロイ、つまり物を見る神、繰り返します、物を見る神という意味ですが、その神の名前を知っていましたので、アブラムも実はエルシャダイと呼ばれている神のヤーウェの名前を知っていたことになります。で、その神というのはホルスを除いて考えられません。なぜならその名前、つまり物を見る神を意味するのは、つまりエルロイが意味するのはホルスだったからです。ホルスのシンボルは目です。あの片目の目です。ホルスというのは言うまでもなくエジプトの王の王子時代の名前です。つまりアブラムは神の名前を呼んだというのです。それがディオチェベデ、つまり物を見る神と呼んだというのです。そして物を見る神というのはホルスを除いては考えられないと、ここが重要です。アブラムは神の名前を呼んだのです。それが物を見る神という名前だったというのです。そしてその神というのはホルスを除いては考えられない。なぜならホルスのシンボルは目、つまりあの片目の目だからです。つまり目を通してホルスとエルシャダイがつながるというのです。がこの程度では皆さんはまだ満足なさいませんね。そこでもう一度ホルスの目を見てください。この目は向かって左側、ホルスの右目ということになります。そしてその証拠を1500年後のイエスの操り人形芸術家たちであったアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの2人が絵の中に隠し込んでいました。この中央上の鳥に注意してください。この鳥の目に注意してください。片目の鳥です。この鳥の向かって右側、つまり左目は描かれていません。この鳥は神の栄光によってイエス・キリストを上から照らし出しています。つまり神の中の神エル・シャダイということになります。そしてその鳥の左目は描かれていません。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチという2人の操り人形芸術家を通して自分の正体並びにエル・シャダイの正体を明かしたということになります。イスラエルの神エル・シャダイ、全知全能の神というのはエジプトのホルスのことだよと。
ニコ・ジェラルディさんが教えてくださったことと、こうした物的証拠とつながりました。ビンゴです。結論ということになりますが、エル・シャダイイコール・ホルスということになりますが、この事実はキリスト教にとってはまことにもってまずいということになります。ですから現在の今、オールマイティー・ガード、全知全能の神とだけ説明して終わっていると私林浩司は判断しています。グラゼ・タンテ・シニョール・ニコ・ジェラルディ・チ・ヴェルディアーモ、バイフォーネアフ。Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. In the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is blind. The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix. あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり、左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目で、オシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば、目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると、彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。でセスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由でホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で
満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され、別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるように、カルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、浜祭りジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ・ダ・ヴィンチという2人の操り人形芸術家を通して、それを
私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に一羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now. アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as followsThe Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator God, Jehovah. The true higher God was unknowable, infinite, unchangeable, and undefiled, and had a feminine counterpart, the creative force orHoly Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば次のようにあります。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広志林、浜祭りジャパン。あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央、右から
二人目に映っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。シェイク・ハイフン・スピアーズとなっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るう、あるいはシェイクスピアの14行詩とも読めるわけです。ともかくもこんなところにハイフンがあり、S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で、名前をですね、シェイク、スピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス、キリスト、つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私、林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのは、その本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びらもしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの改革団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564をバラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの比数学にのっとっています。そして死亡年も1616年。この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2かける7、やはり同じくバビロニアの比数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのはイナンナ・イシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチオブローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林博士は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチオブローマがローマの国教と認められると同時に、イシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみると、そのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によれば、
あのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。by 林博士発見です。775027の意味はヘブライ語のゲマトリア、つまり暗号によればキリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形でキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと私林博士は考えています。その数字の中からダ・ヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば、替え玉あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチはその上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。
旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林博士です。つまり私林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。
これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで、今日は聖なる霊、ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now.